李氏は、中国信頼の最小。字は通り西へ。子は、李勇、李虎。放火を思想的基盤に置き、土領公の統一、文書などを行い、旗帝国の成立に貢献したが、始皇帝の死後に、漢岸の長皇との権力争いに敗れ、処刑された。李氏は元その北部にある城西の人である。若くして、地元で商役人になった。その頃、李氏は、 役所の便所に住むネズミを見た。便所のネズミは常に人や犬に怯びえ、お物を喰らっている。また彼は、兵浪庫のネズミを見た。兵浪庫のネズミは泡をたらふく食べ、人や犬を心配せず暮らしている。彼は、人の再被災などネズミと同じで、居場所が全てだと探足した。そして役所を辞めると、十家の巡視の門を叩いた。 学を治めた後は旗に入って、両夫婦の触覚となり、才能を評価され、推薦を受けて、旗王政に仕える金人になった。さらに、政の命令で他国に潜入し、各国の王族と将軍の間の離間を行い、功績を立て、客経となった。紀元前237年、順調に出世していた、李氏だが、この頃に、という他国出身者が反乱を起こしたために、 旗の国内で他国出身者の評判が悪化し、やがて他国人の追放令が出た。事態に苦慮した林氏は、生に嘆願書を出して追放令の撤回を求めた。この冠畜客書は、実に理路整然とした名文で、後世の文選にも収録されているほどである。生もこの名文に感じ入り、追放令の撤回を決めた。実力者の呂不意が自決した後、 生は一層李氏を信頼するようになる。しかし、かつて共に、淳史から学んだ同門である、藩比が真に迎えられ、その著作である、藩比公を読んだ生は感心し、この作者と親しくできるのなら、死んでも悔いはないというほどに、藩比に傾倒していく。藩比が登用されれば、自分の地位は危うくなると考えた李氏は、生に、 半日の残言を吹き込んで倒獄させ、さらに国中の寒日に毒を渡し、有無を言わせず自殺させた。こうして、競争相手を抹殺した李氏は、旗の布告強兵策を積極的に推進し、その策で、紀元前221年についに旗は中国を統一し、生は始皇帝となった。真の統一後、上昇の王安、女子大部の兵攻ら重臣は始皇帝に、 州の制度である、封建制を取り入れ、始皇帝の講師たちを各地の王として封じるようにと進言した。だが、李氏はそれにも反対して、州がなぜ滅んだかの理由を具体的に述べた上、一層強い衆権統治である、軍権制への意向を説いた。また、自らの放火思想と対立する学問に対し、大規模な思想弾圧を実施し、儒学を含めた、 死相書を集めて焼却させた。この際に多くの貴重な歴史的資料が失われた。また法師の路政の逃亡から始まる告発により、罪を犯した学者を数百人規模で逮捕し、生き埋めにして殺害した。この中には多くの割合で儒者が含まれていたとされる。紀元前210年秋7月に始皇帝が巡行の道中で放御した。始皇帝の遺直は、 大使の父祖に後を継がせるというものだったが、李氏は、宦官,官の長江と共に、偽御子とのりを作成し、始皇帝の伐死で暗愚な古外を偽皇帝として即位させ、父祖を自決に追い込んだ。始皇帝の死で基盤が揺らいだ、畑帝国だが、可憐中級の兵は改まらなかった。翌年から沈賞、五皇の乱をはじめとして反乱が続発し、国内は大混乱になった。 しかしアングナ二世皇帝は遊び放けて、宮廷の外の状況を知らないありさまだった。李氏は、右上将表札室や将軍氷孔と共に、アホーグルの造営などの政策を止めるよう還元したが、帰り見られず、表札室と氷孔は結局、自害した。それでも李氏は、還元を重ねたが、かえって皇帝の不況を買い、さらに、長皇の残言で疎まれ、追い詰められていった。 紀元前208年、ついに李氏は捕らえられる。聖算な拷問に耐えられず、長公が絶造した容疑を認め、市中で語刑の末に養山に称され、生涯を終えた。その時に李氏は、並んで刑場に引っ立てられた次男の李シに対して、私は、故郷の城塞で、両剣を連れ、お前とうさぎ狩りによく出かけた。またカリーに出かける夢は、もう叶わないのだなと、無念そうに述べたという。 李氏の息子は始皇帝の御子をめとり、彼の娘は始皇帝の講子に嫁いでいたと伝わるが、一族はすべて駐殺され、李氏一族は根絶やしとなった。李氏は放火理論の完成者の官秘に対して、放火の実務の完成者とされる。李氏は、藩秘を暴殺したことや、偽御子とノリで父祖を殺したこと、他にも、従者を徹底的に弾圧した、 噴書工事に深く関わったため、後世の評判は非常に悪いが、旗の中国統一において最も大きな役割を果たしていた。芝仙も、李氏が道を誤らなければその功績は、周公、丹、微子公に否見したであろうとしている。2000年代に発見された、区官文書、調整書では、古外が後継者に指名された件が、式とは異なっている。それによると、 上昇の利子と漁師の表彰質が古外を後継者とするように進言し、始皇帝が再下したという、ありがとうございます。